こんにちは。今回は歩きを良くするためにはこの椅子からの立ち上がりが非常に重要だというお話をしていきます。長い距離を歩いて、ひがなしがどんどん緊張突っ張ってしまう、歩きにくさが増えてきてしまう、そのような状況でお悩みの方はぜひ最後までご覧ください。それでは本編です。この動画では右の足を麻痺側としてご説明します。さて、この椅子から立ち上がるときに良い方の足に体重が偏ってしまうという方多くないですか？このような状況で立つと、もう立った姿勢の時点で麻痺側に体重うまく乗ってないので筋肉緊張します。この状況から歩き始めても必ず歩きにくさにつながってしまうんですね。なので皆さんが歩きを良くしたいのであれば、まずは麻痺側も楽な正しい体重の乗せ方で立ち上がる、これがまず大前提必要です。じゃあそのためには何が大事か。座り方です。座り方いかがでしょうか？左右のお尻にしっかり均等に体重乗っていますか？もしかしたらいい方のお尻に体重偏っているっていうことないでしょうか？このような状況から立ってもいい立ち上がりにはならないです。なのでまずは左右に体重移動していただいて、お尻の体重乗り具合均等を感じられるかチェックしていきましょう。この時にですね、腰が後ろに寝てしまっている場合もあります。これだとうまくいかないです。しっかり腰を起こしていきましょう。左右の骨盤を寝かせて起こす、この練習を繰り返すことによって腰をしっかり起こした状態で麻痺側のお尻に体重を乗せるようにしていきましょう。はい、このようにですね、座り方が確認できたら今度は前鏡です。前鏡の時もですね、背中が丸まったままだったら意味がないです。なぜかというと、そうするとですね、お尻に体重が残ってしまうので、お尻が上げにくい、立ち上がりにくさにつながります。なのでしっかりと腰を起こして背筋を伸ばす、この状態で前かがみです。ただここでやはり注意、この前かがみが一番上半身がいい方に傾きやすいんですね。なのでこの時はそうならないために股関節をしっかり意識してください。上半身がいい方に傾いてしまう時はいい方の股関節だけ曲がっちゃいます。そうじゃなくて麻痺側の股関節も一緒に曲げる、そうすることによって上半身をまっすぐ前に出した前かがみになります。ここまでできたら左右の足にしっかり体重が感じられてくるので、左右の足の裏体重感じながら立っていきましょう。そうするとですね、普段よりも麻痺側の足に少し体重乗せやすくなったな、しかも筋肉が緊張少ない状態の楽な支え方につながってるな、こんな実感があったら大成功です。この綺麗な立ち上がりっていうのはその後の歩く時の麻痺側の足の安定した支えにつながってきます。ぜひ立ち上がり方から見直していってください。リハビリを頑張りたいけれど体の変化が実感できない人へ向けた朗報です。変化が実感しやすい自主練が自宅でできる一人でリハを今なら無料で体験できます。詳しくは概要欄をご覧ください。頑張っても成果が出ないのは頑張り方を間違えているから、正しいリハビリで成果を実感しませんか？